こんにちは、GEN-TENの中村です。今回はスライスに悩んでいる方、特にコースでスライスが止まらないという方におすすめのスライスの調整法をお伝えしたいと思います。まずですね、スライスで悩んでいる方の多くがアウトサイドにスイングしている方が多いです。で、クラブの軌道を修正する必要があるんですが、コースでスイングを変えるというのはとても難しいです。ほとんど不可能です。なので、構え方を変えることによって、スライスを調整するというやり方をお話ししたいと思います。先ほどもお話ししましたが、スライスで悩んでいる方の多くは、このターゲットラインに対して、体の向きを変えることで、スライスを防いでいきます。このように、スタンスを右に向けます。で、この時に注意してほしいのは、フェースを少しかぶせてグリップします。普通にグリップしてしまうと、いつものようにグリップしてしまうと、また右に出てスライスしてしまう。をしっかりかぶせてグリップします。まっすぐ構えた状態のまま、このように右を向いてしまうと、ボールがすごく左にある状態になってしまうので、ボールに対して少し丸く動くような感じで、右を向いてください。フェースはしっかり左を向けていきます。アウトサイドインのスイングでも右を向くことで、ボールはまっすぐあるいは少しドロー気味に飛んでいくので、コースでスライスが止まらないという方はぜひ一度試してみてください。